はい、皆さん、こんばんは。安田真由です。松本人志さんをめぐる吉本興業に新たな動きがあってですね。まあ、結構結構どうしようもないかなっていう気がするんですが、えー、東京新聞のスクープです。吉本興業、強制的に p 行為をしたとは思っていない。松本人志さんめぐる週刊文春報の本誌取材に回答ということでね。お前、何やっとんじゃっていう。もうね。 えすごいですね。もう全くリスクマネジメントができていないので、これは大変なことになっていくなっていうことを必死、ひしひしと感じますが、えー、まあ、言で言えば、大2のジャニーズか吉本興業自体がね、もはや松本人志問題ではもうないと思います。吉本興業問題に発展しつつあるなっていう気がいたしますが、えー、まあ、とりあえず、何を言ってるかを見ていきましょう。 えー、この「週刊文春」に対してがですねこう松本出産について報道を出したとで。それに対してですね、えー、こう吉本興業があ先月27日12月27日にですねつまり「週刊文春」が出た日に記事は客観的事実に反するっていう談話を発表し、えー、タレントの社会的評価を著しく低下させその名誉を毀損するものだと。だから えー、法的措置を検討しているだいうこすよねでこの「事実無根」とか「客観的事実に反する」っていう、まあ、非常に強い言葉が出たわけですから、まあ、これがね、えー、火に油を注いだ非常に大きなポイントだったとは思うんですけどもでこれについて何を何を言ってんだっていうことを、えー、聞いたわけです。東京新聞がね。東京新聞聞が吉本工業に聞いたわけです それに対して、えー、こういうふうに回答があったと。吉本興業の広報担当者は17日本社の取材に「かっこ松本さんが確ことじる」「強制的に P 行為をしたとは思っていない」と述べたと。「松本さんらが女性らとパーティーを開いていたことは否定しなかった」「同社が記者会見を開く予定はないとした」という報道なんですね。で これをですね、あのー、まあ、この、それについて、さらにですね、報道関係者、こういうふうには報道担当者、こう言っている、えー。今後の報道なので確保とじる。さらに問題があれば、えー、松本氏や他の原因に聞き取りをするなど調査する。これまでもコンプライアンス研修してきたが、必要となれば改めて検証を,を行うと述べた。これ結構ビビりますね。 としてや他の芸人に聞き取りをするなど調査するって言ってるんですね。ってことは、えー、聞き取りなどの調査は何にもしてなかったんですね。何にもしてない状態で客観的に事実に反するって言ったんですね。で,で何にも聞き取り <laughs> 本当に何も聞き取り、意味分かんないんですけど、えー、と強制的に P 行為をしたと思ってないっていうわけですよ。ってことは ほとんど認めたに等しいですね、えー、つまりそういう A 子さん B 子さんという実女性が実在しでそれに対してですね「週刊文春」が数取材をしてでその当日 8, 8年前ですけれども、えー、そのこういう飲み会があってでそこに小沢さんとか放送作家の X さんがいてでそれで。 えー、女性をその最初は、えー、その辺の飲のみ屋みたいなラウンジでやろうと思ったけども写真を撮られたら困るからとか言ってホテルになるけどいいかなとか言ってホテルのスイートルームに誘い出しそこで、えー、松本さんとおなんか飲み会をしてそのうちああやってですねなんか、えー、怪しいゲームが始まってですねでその3人の女性を3人の男性がですね えー、いかがらしい振る舞いをに及んだらしいという辺りまではですねほぼ認めてるみたいですね。で問題は強制的に P 公費ーーをしたかどうか強制的にしたとは思っていない聞き取りはしていない調査はしていないが思っているでこれだけのことでですね 客観的事実に反すすするととかっっって言っちゃったんででよねね大変なこ,とです、ね、ことどうしようもないレベルのリスクマネジメントであるということがいよいよ明らかになってきてでそうなるとですねあの、まあ、そもそもまず吉本興業の中でこの吉本興業じゃない別会社に所属していたこの小澤和弘さんかなはもう。 え芸能活動を休止っていう状態になってます。でその「週刊文春」に出てきている何人もの,その芸人さんがいるわけですね吉本興業所属の。でそういう方々も、えー、このこんなめちゃめちゃなマネジメントしてたらみんな活動停止になってしまいかねないですね。 で、それをやってた方がね、1人や2人なら、まあ、まだ影響はないかもしれないけれど、えー、しかもその1人や2人っていうのは結構、ハイレベルな、あの、m 1で優勝したっていうか、そういう方も入ってるわけなの、ねまあ、で、既にアメリカに行っちゃってる方が、これ、えー、アメリカにロサンゼルスに逃げておられる方がいて、知ってたみたいな感じですけど、まあ、偶然なんでしょうけどね、えー、よかったですね、タイミングがね。 でまあ、そういう感じでそのどんどん広がっていきますね。でこれあおればあおる,るほどつまり英子さんに対して攻撃します,しますよという態度を吉本とか松本さんが示せば示すほどそれを守,守ろうと思って私はこういう目に遭いましたということをその情報提供してくださる人勢が増えるっていう,もうそういうサイクルに入っていますから。 どどんどん増えていくわけですよねで松本さんが、えー、そういうことをやったのはもうこの何回かだけですということであれば、えー、そんなことは起きないんですけどまあそんなことはないですね。非常に恒常的にやっていてで基本的には問題はなかったと思ったんだけどもやってて恒常的になったらもうほぼ間違いないわけです。で,でそれがですね、あのー、結構危険な感じであったっていうことをこう中井さん元ジャニーズのね が言ってたってててたいうのがあの出てますこれね「えー、と中居正広女性も参加した、えー、松本人志を囲む飲み会に出席していた芸能界の親友の行動に危機感を抱いていたか」っていう記事なんですけどこれあのー、別に取材したりしたわけではないみたいでテレビで言ってたのかなあのー、中居さんがですね えー、メインキャスターを務める、えー、ニュース情報番組「中居正広の土曜日中会」テレビ朝日系ではですね、えー、そのこれは完全にスルーしていたんだけども、えー、そのあこれだからテレビ行ったんじゃないんだあの女性セブンが、えー、重要な証言を得たとそれは何かっていうと芸能関係者がね、えー、松,井松本さんを囲む飲み会には後輩芸人だけでなく中居さんも参加したと聞いています。 密室での飲み会であって、えー、週刊文春で報じられて,られてる方が全く分かりませんが、飲み会に女性は参加してたと。で、えー、いうことが分かったそうです。だから、マダカイさんもなんか知ってるんですね、多分ね。で、でとなると、ちょっとなんかやばいかもしれないけども、マダカイさんがやばいとは書いてないですね。で、その、で、6月18日に去年のね、あのあのテレビの中で、えー 松本さんからですね、えー、と俺はどうやったらもっと売れるとこの先どうやったらもっと売れるというふうに聞かれた中井さんがですね、えー、性の抑制を自分でコントロールできたらもう一つ上のまっちゃんがあると思うよもういいよエロいことばっかり考えてないで、ね、っていうふうに言ってたと。でそれはこれ何を意味してるのかっていうと。えー この,この芸能関係者によるとねこれはあの12月3日に放送された同じ番組でもですね松本さんと飲むことありますけどエロい話しかしないずっとエロい話可愛い女の子の話と冗談めかしながら苦言を呈していましたっていうかテレビでこんなことをですね、言われるぐらいやばいみたいですでこれをそのなんかまあ,まあその危機感みたいなものを抱いていたんじゃないか いうことをですすねこのの芸能関係者の方はおっっしゃっていますでその中居さんのですねこの発言っていうのはこれだけだしこの芸能関係者っていう人が何を意図してこう発言したのか分かんないって何を言ってるか分かんないに等しい情報とはいえですね、まあ、これだけの断片があるとやはりまあ恒常的に行われていてしかもね目的が えー、その単に楽しくお話をお酒を飲むとかそういうお話をするとかではなさそうだなという、まあ、状況証拠にはなりますよねでこれ日刊現代ですけど、えー、課長の松本人志に今度は「女性の支持書と隠語の存在吉本興業が第二のジャニーズになる可能性」という記事が出てきていますついにこういうふうな発言が出てきてるんですけどこれはその、えー、っと某キー局の、えー、編成とかしている、まあ、そういう 人のお話なんですね、えー、スポンサーとかねテレビ局からやっぱその降りる動きがやっぱりかなり明確になってきているでしかもその範囲がですねまともとさん1人ではなくってそのアテンダーとして名前が挙がった芸人にも今後スポンサー NG になっている流れは間違いないだろう でスポンサーの方からね松本の取り巻きである側近芸人の関与に疑惑,を疑惑の目を向ける声が大きくなってるっていうことでえということであればですねこれは別の芸能関係者の話なんですけど、えー、この記事の内容がね「週刊文春」の第3弾の記事が事実なら、まあ、これも私も言ってたことですけども組織的に松本の P 加害を黙認してきたっていうことになって。 これはまさにジャニーズ事務所と同じ構図ですと言ってます。でそのつまり昨年のジャニーズの問題以降ね、えー、国連の人権デューデリジェンスの考えが浸透し企業や自治体も取引先の人権侵害を広く相互監視してその防止や改善を努めなくてはいけないという考えが一般になっています。 いやうちは何にもその人権侵害とかしてないんですけど取引先で買ってる商品を作るところで何かしてるっていう噂なんですけど私は知りませんというのは許されないんだと、えー、そ,のそういう会社からは買ってはいけないんだとだから、えー、とその自分が使っているその商品なりねなんかそ,の,それの原材料とかそういう仕入れ先もちゃんとやってますよねっていうことをちゃんとやってるものだけ買わせていただきますってやらないと駄目ですよという考えがですね急速に広がってると。 だから、えーと、特にこの否定的な問題についてのね、えー、はね非常に厳しいということになっているので、えー、そのリスクヘッジのために、もうスポンサー企業は一斉にお呼び引き上げるというか、まあ、お呼び越しになっているとで、えー。で、そうするとですね、今後、これ以上いろんな人が関与しているということになると、あるいは組織的に黙認している、つまり3番目のね、 あの第3弾ではですね吉本の元芸人の方がですね、えー、その女性のことをタレと呼んでいてですねその会社の、えーまあ、営業部長だから何でしょうだけなんだけど、まあ、その会社側の人にですね「お前行ったんやろええタレおったか」みたいなことをですね聞かれたということの証言が出てきているので会社が組織的に黙認しあるいは関与していたっていうことになりかねないわけですね。 そうすると,、えー、とスポンサー企業が吉本興業にどうなってるんですかと説明を求めてる事態に発展する可能性はありますっていうふうにまあ出てきていますまあ可能性があるんじゃなくてそうなるでしょうこれは。で,でそれを前提にさっきのこの東京新聞のやつをもう一回見るとですね結構私はびっくりしたわけですよ。えー、広報担当者がね東京新聞に行かれてるにもかかわらずですね、えーそのし 強制的に P 行為をしたとは思っていないと述べで、えー、さらに問題があれば松本氏や他の芸人に聞き取りをするなど調査するこれまでもコンプライアンス研修してきたが必要となれば改めて研修を行うとか言ってるんですねずいぶんのんきですね <laughs> のんきですよあのー、足元に火がついておりますよ 本さん大丈夫ですかすごいなあと思ってこれはやばいですね。で,、えー、でそれでまあで一体このこれ,こ,れこんなめちゃくちゃ何点ですかっていうふうにあのこの間ですね、えー、報道対策アドバイザーの、えー、久保田正樹さんにですね出演していただいて、えー、採点をお願いしたらまあ30点ああ割と高いなとか思ったんですけどジャニーズは15点ぐらいだって言っておられましたんで。 えーまあ、ちょっと高いかなとか思ったんだけどその後ですね、えー、久保田さんが記事にされましたこちら「ダイヤモンド・オンライン」えー「松本人志さんと吉本興業の書道は最悪」でも「週刊文書イコール正義の風潮に違和感のわけというタイトルで、えー、久保田正樹さんがですねノンフィクションライターここにはノンフィクションライターになってますね、えー、の肩書きで、えー、書かれたのが出ました8月1月18日朝5時55分に出ておます。でえー すでにですね、あのひとつき万冊でお話を伺ってるわけですが、これ、18日、同じ日ですね、えー、文集法はなぜ炸裂したのか、報道対策のプロが採点する吉本の対話30点、一つのボタンのかけ違いで、転がり落ちた松本久さんの運命はいかに、小タンは先と、ミア彩美元東大教授ひとつき万冊というチャンネルでお話を詳しく伺っておりますので、今からでも遅くはらえるので、ぜひご覧ください。で えこちらで、えー、もうすでにある程度お話は伺っているのですが、えー、ここにあのこの改めてね、えー、この「ダイヤモンド・オンライン」記事にしておられてそれは非常に分かりやすいので、えー、お話をみ見てみたいと思うんですけども、まあ、とにかくねこのここまでの大騒動いろいろなメディアがとにか報道対策アドバイザーという立場で一点だけ指摘させていただきたいのはここまで大騒動にしてしまった原因は吉本興業と松本さんの初動に致命的なミスがあったということです 書道がこんななに悪くなければですねここまでいかなかななったととうことなんですよねで久保田さんはまあまあ満札でも指摘していただきましたがとにかく2週連続で恐怖の一夜とか恐怖のスイートルームとかあるようにですね文春が争点として争っているのは P 加害の事実ではなく、えー、があったかなかったではなくて女性側が松本さんから恐怖を感じたという面なんですよね。そこに絞ってて書かれている だから、えー、そういうその恐怖を感じたかどうかっていうことに関してねいきなり事実無根という、えー、ファイティングポーズ全体にしかもあの法廷闘争魔法っていうふうに言っておりますが検討するっていう、ね、やつで打ち返したもうこれがもうもう最悪だったというのが、えー 我々のようなリスクコミュニケーションを成りわとするものからすると最もやってはいけない悪手であるっていうことなのでぜひ企業担当者の方とかはけんけん服用していただきたいのですがもしもねさっき私が言ったみたいにそのお酒を飲んだとかであるいはその関係を持ったこともないっていうなら事実無根でいいわけですよだから事実無根ってちょっとそういうことかなって思うのはそれが理由ですでそうじゃなかったと でその一緒にいた女性がね、えー、その恐怖を感じたということを頭ごなしに否定して、えー、この法廷闘争だっていうふうにやるのはです、ねまあ、非常に悪い印象他人の心情まで支配できると考えている傲慢な人間あるいは傲慢な会社という悪印象をです、ね、与えてしまうとでそれはそもそもがです、ね、そのテレビ界の大スターなわけですから 余計にですねその正義のリンチの格好の餌食になってしまうのだということを書いてあります。で,でさらに良くないのがこの敵を一気に増やしてしまうでつまり被害者の訴えをね頭ごなしに踏みにじるっていうふうな、えー、態度を見せるとそうするとそのそういう弱者の味方をしようと思っておられるジャーナリスト。 弁護士そして社会活動の皆さんの皆さんも反戦するということになってしまうので話がでかくなってしまうだからそのこう恐怖を訴える人がいるのですよということだったんだから、えー、こ,のこの人の心の痛みを無視するっていうアプローチを取るとですね非常にリスクがでかくなるというのがこの報道対策アドバイザー ののートさんのアドバイスなわけですでこれで、えっ、ー、と、なんで起きるのかっていうと、法務部門の人とか、顧問弁護士なんかがそうしろっていうふうに言っちゃうからだと。これはあの企業でも起きる。で、いろんな会社で、あるいいろんな有名人が、そのネガティブな報道に対してどうしたらいいかって、アドバイスを求めたときに、 うしたらいいいんじゃないですかって言うと「いやそれはいかん!」みたいなこと言い出すのはその顧問弁護士なんだそうです。で顧問弁護士の方々が何でそういうふうに言うかっていうとそれ何も分かってからないからではないんだとそうじゃなくってゴールが違うから、えー、何もかそのうまくいかなくなっちゃう。でつまりあとにかく法廷闘争の方を見てるわけなんですよね。でところがですねその法廷っていうのは。 社会のコミュニケーションのごくごく一部に過ぎないので。そこばかり見てるとですね。えっと、その社会的コミュニケーションの方に大きなリスクを発生させてしまう。だ、そこをね。なんとかしようとしてるのがその。報道対策アドバイザーなわけですけど。だから、そのもうちょっとそのみんなさんがですね、えー、納得するような方向で。 やった方がいいじゃないですかやみたいなことを言うと、いや、そんなこと下手なこと言うと、その法廷闘争で不利になるんだ。みたいなことになって、噛み合わなくなるんだ。ということだそうです。で、これが面白い。えー、は <laughs> さん、代わりに書いてくれましたよ。上太工業の代わりにもし、久保田さんが頼まれていたら、こういう文明を用意したであろう。というものが出ております。読んでみましょうかね。 本日発売の一部週刊誌において、えー、当社所属タレントダウンタウン松本以下本件タレントの8年前となる2015年に起きる女性との P 行為に関する記事が記載掲載されております松本本人に確認したところ当該の飲み会があったということは記憶しているものの記事中で説明されていることは松本や出席した他のタレントから見ても多数の事実誤認があるということですまた記事内で女性側が松本の言動に恐怖を感じたと訴えて,ていますが こちらに関しても松本外はそのような言動をした記憶が一切ないということです。えー、記事は本件タレントの社会的評価を一時失墜させその名誉を毀損するものです。しかしながら恐怖を感じたという一般女性が地面登場したのも事実です。松本としても代理人を立て、えー、事,実事実確認等を続けながら真摯に対応していきたいと申しております。 この度の報道でファンの皆様や関係者に多大な心配をおかけして申し訳ありません。今後は当事者間で話し合いを続けてまいりますので、松本と女性双方への誹謗中傷が起きぬよう、メディア関係者におかれましたは、くれぐれも冷静かつ客観的な報道をよろしくお願いします。と。まあ、こういうのを書いてあるということだそうですね。で、まあ、とにかく大事なポイント、まあ、これもちろてきたことですけど、とにかくその、えー コミュニケーション上の問題なわけですのでそのコミュニケーション的に解決するしかないはずのところをです、ね、事実か否かっていうところで,このでしかもねこれ時効にかかってる刑事的にも民事的にも時効にかかってるから松本さんの方にはその法的リスクっていうのはほぼないわけなんですよそもそも、まあ、少なくとも最初の件に関してはね最初の報道に関しては。そこでいきなりマックスで切れる必要は全然ないんですよね。 でそこでやらないといけないことはそうやってその苦しみや恐怖を感じた人がいるとしたらその人との間のですねコミュニケーションをきちんととって、えー、それ一体どうしたらいいでしょうかっていうことで解決に持っていかないといけないそういうことが発生しているんだけども、えー、何にも調べないで、えー、事実誤認で蹴っ飛ばすっていう,う大変危険なことをやったと。でこれ実はですねそのえっと ちょっときつい文明になっている場所があるんですがどうしてかというとその吉本興業が言ってることと全く同じことを書くっていうラインを取ったからです。で言わなくてもいいことも言ってると思います。言わなくてもいいことも言ってると思うんですけどつまり、えー、と調べますで十分なのかもしれないんですけどそれはもうこう吉本が書こうとしたことと同じことを書いてみましたっていうことなんですよね。で,でこういうその その態度をですねコミュニケーションコミュニケーションで起きてることなんだからコミュニケーション的解決しなければならないというまあ当たり前のことですよね。でまあここであの久保田さんのその後に書いておられることはその週刊、えっと、彼はそは松本さんがね、えっと、こうやって一気にその報道やあの活動を停止するのがやっぱりよくなかったんじゃないかというふうに言っていてなぜかというとまだ何も分かってないからなんですよね。その週刊文春には出てきてき でその事実がどうだったのかって言ったら吉本も調べてないしですねでその段階でそのこ,ここまで一気に追い込むっていうことになると「その週刊文春」の側にもですね、えっと、そのある意味その力が強すぎるっていうことになります。 つまり、えーと「週刊文春にたたか」に叩かれたら芸能人は休業するっていうルールができちゃうんですよね。で,でもちろんです、ね「週刊文春」は非常によく調べてるし、えー、書かれてることもですね、えー、重いんですけどでもそのとはいえね、えー、あれがその100%正しいわけではない,ですないわけですよ。そういう報道があったということでしか過ぎなくて。 で実際だから「週刊文春」ですらですね何度も負けたこともあるわけなんですよね。でその「週刊文春」のですねその新谷学さん元編集長がですね、えー、まあ言っおられるんですけど、えー、これどこで言ってんだろうなあとこれは「プレジデント・オンライン」出てるそうですが「えー、と私たち人をさばしく資格なんかない」 我々だって間違いを犯すすすわけででし人間そんんなな偉いいもんじゃないですよだからそこは各人間にはいつも言ってるんですとどめは刺すなよと。ということでその「週刊文春」が断罪するとかそういうことではないっていうことなわけですよ。それはそのとりです。たか,が週刊誌ですからねだからえっとそのこれをその何て言うんですかねその過,過剰に、えー、その。 強い力を発揮してしまうような状況になることを久保田さんはあの恐れているとまあそれは本当その通りだと思いますねでもんなこと言ったって私もそれに加担している加担しているのかな加担しているつもりはないんですけど加担しているのかもしれませんがあのー、中間文集に書かれていることが事実だとすると何を意味しているのかということを考えているんですけどもまあ、とはいえそれ事実だって前提してるじゃないかと言わればそうなるかもしれませんね、えー、ここは私もあのー 十分に反省しながらお話ししていこうと改めて思いましたけども、まあ、この「週刊文春」に書かれてしまっているっていうことの持っている、えー、コミュニケーション的なインパクトを吉本興業と松本さんが全然理解せずに、えー、非常にまずい方法でそれを煽ってしまったっていうそれがね、えー、すごい力を生み出してしまうんですよね。でそこを そのこれは「週刊募集」自身も望んでいないんだっていうことを、まあ、新谷さんそうおっしゃってますからねその創業者みたいな文春法を身の親っていうふうに書いてますけども、まあ、そのポイントはすごい大事なところだと思いますね。でまあ、これ現代ビジネスの記事ですけどもえ松本人志活動休止は不倫スキャンダルとは全く違うテレビ関係者が語る復帰が難しい理由ということで,で、まあ、その辺りをね片岡さんというえジャーナリストの方が テレビ関係者とかに聞いいてて調べてますでさらにその後後編っていうのがあって、えー、松本人志がテレビ復帰する数少ない方法関係者が語る復帰を妨げる念点ということで復帰の仕方まで考えてるっていうですねえー、ことになってるんですけどもちょっと気が早いかもしれませんがここでもねやっぱりあの何、ー、て言うんですかねすでにあのもう7人も出てきておられて文春だけでね 本当に長年こんなことしてたんだったらですねやっぱ何十人も出てくる可能性があって、えー、しかも松本さんだけじゃなくてそのアテンドした人も関わってるしそれからですねその松,あの松本さんとかのことを容認していた黙認しているしあるいはです、ね、便宜を図っていたかもしれない吉本興業が組織的にね、まあ、そうなってくると本当にジャニーズと同じような事態になるわけですよねででこれが全く通用しない全く、えー、その現代のこの テレビとかの基準にはです、ねえー、通用しないっていうところに問題の本質があるのでだからこれはそのテレビ復帰とかっていうような感じのことではなく吉本興業という巨大芸能システムそのものがですねだから何て言うんですかねそのこんな旧態依然としたことは通用しない早く改めろよちゃんと改めろとかいうレベルの話じゃない。 なんかで、それはそのテレビはじゃあ全然関係ないのかってテレビを大いに関係ありますよねだってまあその半ばそういうことをですね公言しているような感じだったけどずっとそ,のそんなのは関係ないってことで使い,使い依存してきたテレビの方にも大きな責任と問題があるのでだからこうジャニーズでああいうことになりそれからまあ吉本も何らかの大きな変化が起き始めると。 それはその日本のテレビ業界っていうものそのもののですね持っている構造にも大きなひびが入ってそれはその崩れたらえないだろうってだか,だからそもそも YouTube とかあってですねこうやって私なんかもこうやって毎日毎日お話ができるっていう環境があるわけですねでこれはテレビ時代にはなかったことですねテレビしかなかった20世紀には不可能だったことがこうやってできていてでそれがゆえにですね私がこう自分岩波書店とか出たけども。 廃棄か絶版になってしまった本をですね皆様にお届けするっていうことをやってるわけですよでそういうことが可能になっているのは YouTube とかがあるからなんですでそういう物理的な側面でこのシステムが不安定化しているという状況の中では今までそのシステム内によってさまざまなとんでもない行いも隠蔽され守られてきて利用されてきたそれがですね えー、その外的に移すられることによってないそういうものをだソフトウェア的なものをダメになるという関係性になっているんですよね。でそこがそのガザって崩れ始めているということになるかと思います。というわけでですね、あのこのまあ、最初のやつに戻るとですね、この、えー、そのなんつうかな、えー、このこの語りの次元っていうのですねあの余りに驚きます。 吉本の広報関係者ではまずですね、そもそも、まず A 子さんの問題だと思っているっていうレベルがあるんですね、もう信じがたいですけど、A 子さんと訴えをどうしたらいいかっていうレベル、訴えって訴えって言っても、法廷に訴えてもしょうがないから、向こうから訴えないでしょ。で、A 子さんが「週刊文春」で書かれ証言されたことをどうしたらいいか。でこれは、身を基礎だと言って、訴訟するぞって言って脅してこうやめればいい。 何言ってんですかって私がだから思いましたがまずまあそのだけどそうじゃない B コさんも同時に出てるじゃないですかってーさんはどうすんのっていうところでまず転ぶわけなんですけどもで、えー、にもかかわらずね、えー、その LINE のやり取り俺お礼の LINE とかが出てたら、えー、とうとう出たなっつってあのツイートするっていうもうこの安村英子さんはそうかもしれないけど B 子さんは違うでしょって関係ない別の3か月前じゃないですかっていうレベルでね 認識の範囲が普通おかしすぎるというところから始まっていてこれが、えー、その久保田さんが指摘するような、えー、吉本興業と松本のさん側の書道、えー、のおかしさということに繋がったわけですでもそのことがねえー、そういう非常にお なんていうの人が怖,がっ怖いかったって言ってるのにいやそんな迷がおかしいみたいなことを言ったらですねこうバンってこういろんな人が参加してくるってことになってしまって騒ぎを大きくしてしまったでそこにですねあの第2第3とそしてそれ以外にもねツイッター上とかで私も同じような目に遭いましたってことを言ってられる方が出てきているで,、えー、でしかも吉本興業がその 黙認したりあるいはですねあおったりあるいはひょっとしたらですねお手伝いまでしてたかもしれないというような感じになってきてるわけですね。で,ですからそのこのある人との関係ねからスタートしてまずそこそこ,そ,こそんな低いそんなやばいところから話を始めるのが完全におかしいんですけどでもこういうことは恒常的に行われていてその中でですね えー、そのでしかもそういうことをやりかねない人間であるっていうことをいろんなところで本に書いたりテレビで言ったりしている状況であって人々が「あっもありなん」て思うような環境下にこういうのが出てきました。という時にですねあのそういうコンテクストを一切無視して、えー、振る舞っているっていうことが非常に危険なのだということが分かりますよね。で,で実際のところ今のところどこまで進行しているかというと。 その松本人志さんだけでは済まずそのアテンドした人たちにもいろんなことが及びえしかもですね吉本興業がえ自体がですね危険なのではないかというふうに見られ始めで松本さん以外の芸人さんで似たようなことしてる人もいるかもしれないというふうにえメディアがスポンサーが見始めている吉本興業全体がねえ第2のジャニーズ化しているっていうところまでやはり え進んできましたですね、まあ、その最初から私は <laughs>「そうなるねこれ」っていうふうには最初の頃から申し上げたと思いますがそので走こにまでこう拡大してきていてえで次どうなるかっていうところに今来ています。でどうなるのかっていうと多分ですね今のこの吉本興業の,のマネジメントリスクマネジメントみたいな危機意識が全くないじゃないですか。これ以上なんかあったら調べます コン,プランスコンプライアンス研修はしてきましたが、えー、改めて研修研修とかで、ね、するとかってそういうレベルではもうないでそこないっていうか、ね、そういうレベルの事態ではないと認識して対応しないといけないところまで来てるんですよねそこが認識できないって大変危険なことだと思うので、えー、今すぐ久保田さんは雇った方がいいと思います <laughs> 吉本興業は。<laughs> で,これで,、ね、そ,のでそれでその周りにいるテレビとかあるいはですねそ,のそれだけで済まないと思うんですよ。つまりこうやってそのジャニーズの問題によって、えー、この勇気をもらったという形で A さんが現れていてそれでこういうふうにして松本さんのような方がいきなり芸能活動を停止するっていう事態になっているのを見た時にですね 同じような形でわにはめられた女性たちあるいは男性もね誰かによって何かメリットがあると誘い込まれてそれでそのとんでもない目に遭わされたというふうに、えー、認識している方々というのがですね、まあ、残念なことだと大変恐ろしいことではありますけれどもあのすごいいっぱいあると思います例えばだからその、えー、面接会社のね リクルートの面接してたやつがなんかすごい数の女性をね、えー、お楽しみに合わせていて、まあ、捕ままったた事件とかありましたよねこれ週刊文書の記事ですけど OB 訪問アプリで就活女子大生をホテルに誘い出し、えーまあ、それで乱暴したっていうことのようですけどもそのリクルートグループの社員がですね30歳卑劣すぎる手口っていうことでこれ2020年でしたが。 まあこういうことこの場合は準強制難罪の容疑だそうですけどもえまあこういう事件は過去にもありましたしでそれこれこうやって人をこう女性を罠女性に限らずね男性もこう他人を罠にかけてその性的にえひどい目に合わせるっていうようなことは多々あって。 で,多くがですすねね表に出ないんですよ、ね、でこのことが一体どのぐらい隠れてるのかっていうのはちょっと本当と分かんないですよね。でそれがあのこれから急速に表に出てくるんじゃないかというふうに思うわけです。ででそういう動きがですねあのこう加速度的に広がると。 大変なことありますね、このもう。で、それに日本社会は耐えられるのかというぐらいのレベルだと思いますが、まあ、それ、でも、その、その、大変なコミュニケーションがそこには当然発生するわけですけれども、その荒波の向こうにね、えー、やはりまともな、よりまともな社会っていうものがやっぱり、 近づいてくるんだと思うので、えー、そ,そういう意味で,です、まあ、松本さんにもですねそのこれをどうやって乗り越えたらいいのかっていうことを示すですね、うん、生き方っていうのを見せていただければそれは本当に日本社会にっとってのです、ね、大きな貢献になるのではないかとさえ思うわけです。 だからその松本市を叩いいいて済むとかそういうものでではないんですよねでこちらの「の複雑さを生きる」という本でございまして岩波書店から私が2004年に出して、えー、それが絶版になって今一月つきで販売しているものですが10時間の解説動画をつけた清水さんとつけたものが3万8500円で販売される一方、えー「複雑さを生きるバージョン2」としてですね私がですね、えー、十数時間にわたる新たに動画を撮り直したバージョンを販売しています。 こちらでございます「複雑さを生きるバージョン2で」で、えー、現在ですね3万6,000円で本がないバージョンは3万4,000円で販売されていて、えー、月末までこの価格ですが、えー、その後に同じの値段にあるいはそれ以上になるということですでこれに期間限定特典動画としてですね、えー、これは別にまた販売する予定のものなんですけれども「えー、健康とお金と複雑さを生きる」みたいな。 動画を清水さんと撮ることにしておりますそれがついてまいりますのですでに買ってくださった方にはですね、えー、自動的についてまいりますご安心ください <laughs> そういうわけでですね、えー、月末までの間にお買い上げいただければなというふうに思いますじゃあどうもありがとうございました